前エド・シーランをやめろよお前。はい、ありがとう。ちゃんとしたやつありがとう。歩き早くね、なんかお前。キックボタンがリーチの中でフリッカー。へえ。遠距離の声からダメージを奪いやすい。結構牽制キャラなんだね。かっけえ。てかこのムーブかっこいいやん。このシュワシュワした動き、このムーブ、サイコスパーク。ガールサイドの手痛いなゲージが好きな追い通常とかキャンセルで出してくるっていうの、とりあえずみたいなね。弾もあるぞと。早いな強弾。へえ。確かに K ダッシュみたいだね。へえ。これしかも弱弾強そうだな。へえ、かっこいいな。サイコアッパー。ジャンプ撃の対空やコンボみたいな。へえ。いいなぁ。高めにそうでウィーター相手に続きできる。マジ追撃いけんの。しかもかっこよくね、オーディー昇竜。マジか。あ、これは微妙だね。なるほどね。サイコブリッツ。ワンツースリーみたいな感じかな。そう、ファイブでもそんな感じ。まあ、コンボ専用技か。おぉ、かっけえ、これ。かっこいいな。かっこいいね。サイコフリッカー。これ。牽制強そう。ヤシロやん。強そう。なるほど。しかもあれなんだ、当たってコンボなんだ。ガードされても先に動ける。これ強いな。とりあえず打っとき技じゃん。いやーでも強いな。キルステップ。うわお前、これはまずいんじゃないかお前。マジ専用の技がある。ジョスクールじゃん。メリコンと反撃を食らってしまう。相手になってやるぜ。サイコストーム。
かっこいいなこれ。メッセージちゃんと無敵あんだね。確かに後方ステップ全く触れなかったな。キルステップは触れてたけど、後方ステップはなんか出んのかな。サイコキャノン、これはまた匂いますよ。どうせ、あ、でも結構早いね。いやでも結構早いね。あ、押したボタンで弾の速さ違うの？そうなの？うわわ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 、あらら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 、サイコチェンバー、確かにジャンプで抜けられるな。確かにユーサウルと違って、かっこいいやん。かっけー、勝ちポーズかっけー、かっけー、かっこいい。こっから技出ねえのかな、さすがに。前方のみなのか。でも楽しそうだな。いや、まあさすがに触るね。楽しそうというかかっこよくね。ただね、やっぱあれだね、中足ラッシュはなさそう、下段がちょっと薄そう。まあその分タケコンがあって、あとまあなんかその牽制で削る感じになるのかな。だから結構クセ強そうだね。技は割と多いと思いますね、見てる感じは。なんか派生が多いですからね。フリッカー下段から必殺技キャンセル、下段ラッシュ、ああまあ確かにね、そうだよね。ももちは小足4フレって言ってなんでわかんねん、なんでわかんねん、それどう見たらわかるんだよこれ。コマ送りしてるマジ、コマ送りしてんの。ももちゃんダメージもわかってる。いやわかんないだろ、体力バーないんだから。わかるわけなくね。小足4フレ認定して中足らしからレンガ下段いける前提の話だと。もう異常者だろ。いやてかこれがいいね俺ね、このね、対空頑張ったらリターンありますよっていうの好きなんだよね。こういうさ、ちょっと早出し勝利やったら追加でこの追撃入れられるみたいなのっていいよね。こういうの好き。なんかちょっとその頑張り要素じゃん、一つの頑張り要素だから。そうそう、偉い人間に褒美があるのはかなり俺は好き。あ、ブランカとかもいいよね、あれね。立ち台系だったら、ジェイミーとかもそうじゃん。下系系だったりさ、ジャンプ台キックで、早めに対空を取った時には、ちゃんとリターンありますよっていうのは楽しいよね。発生9だぞ。それ、またあれっすか、桃地山っすか、もしかして、これ。もっと早そうだけどな、これ、弱小竜は。弱小竜は早そうじゃない？結構早そうに見えるけどね。あとでもね、かなり微妙だなって思うのは、 OD でね発生が遅いのはかなり微妙だと思うわ。小技で下げられるし、中足ラッシュに抗えないよね。抗えないのは微妙だなって感じがするね。遅くしただけの強みは何なんだろう。遅くなると何が強いかって、遅らせ投げとかに刺さるんよ、逆に。今ってさ、昇竜を読んだ時ってさ、まあ遅らせ投げとかやるじゃん、リターン取りたい時ね。昇竜をガードするタイミングでガードしといてから投げなんだけど、こういう遅いやつだとね、ずれるんすよ。普通の昇竜拳だったらもうガードのタイミングなんだけど、そのガードのタイミングが違うから
投げたところに昇竜が来るっていうね、昇竜遅いなら遅らせ投げする。そうだから、そう、あのそれが変わってきちゃう。だからこの昇竜を読んだら多分ガン下がりになるんだよね。あの後ろ下がりガードになる。だそれめんどくさいじゃん。普通はさ、昇竜拳ケアしたらちょっと遅らせて一応自分の攻めをできるんだけど、かなりめんどくさいっていうね。やればわかる、あめんどくせえなっていうのもある。まあでもまあでも守り強いかって言われたら別に強くはないと思いますけどね。絶対早い方がいいしね、正直このゲームにおいては。小技重ね安定はきついわ。小技重ね無敵で返せない。だからキンバリーの SH みたいなさ、あれもさダメじゃん小技重ねやると。このゲームやっぱ空中でごちゃごちゃしてくるキャラ多いからな。そう、ジェイミーと同じ悲しみを背負う可能性はある。ただかっこいいな、かっこいい。これ強かったらお前人気出るぞ。ただね、あのある程度強くあってほしいね。やっぱシーンにいないみたいなのはちょっとさすがに。